柴良太郎「坂の上の雲」第3巻「風雲」これより少し前海軍少佐広瀬武雄はロシア駐在武官の任務を解かれて日本に帰ってきたこの時期秋山実之は海軍大学校教官を務めているある日実行の教官室に 前触れもなしに入ってきた相関がある。広瀬であった。真っ黒な顔に両目だけが光っており、最初誰だろうと佐ゆ行は思った。見間違えたのは、本来色白なはずの広瀬の顔が黒くなっているだけでなく、その虚尊にどこか日本人離れした匂いをつけてしまっているせいでもあった。広瀬のロシア駐,駐在は長かった。 足掛け6年に及び、その間、大勢のロシアの海軍武官に付き合ったが、広瀬は彼らの間で最も人気のある外国武官だった。海軍士官の間だけでなく、宮廷の夫人たちの間ですら、広瀬は人気があり、その中で、当時、ペテルブルグの貴族の娘の中で、切っての美人と言われたアリアズナ・コバレフスカヤという娘に、 熱烈な求愛を受けたりした。が、独身主義者の広瀬は、ついにそれを受けることなく、避妊命令とともに、ロトを離れた。それやこれやの、ペテルブルグでの生活が、広瀬の感じを少し変えていたのかもしれない。この顔かと、広瀬は、実行が与えた椅子に腰を下ろすと、シベリアの雪明けさと言った。聞くと、 極寒のシベリアをソリで横断したという。最も最初は鉄道を利用したシベリア鉄道の速度や回数などいざ軍隊輸送に使われた場合の輸送能力を知るためでありモスクワからイルクーツクまで乗ったイルクーツクで横断の用意などをするため1週間滞在したこの滞在中ホテルからロトペテルブルグにいる アリアズナ・コバレフスカヤ宛て最後の手紙を書き永遠に愛おしい恩美の上に神の恩寵のあらんことをという言葉で結んだその後スレチェンスクまで鉄道で行きそこ,こ,こから雪上のソリ旅行を開始したソリはスレチェンスクで買い駅舎からカンバ3頭と馬邸を借り出発した 一夜平均200キロを走ったというからロシア人ですらこの記録を破るものは極めて稀であった広瀬はプラゴベシチェンスクを経てハバロフスクに達するまでの間十中夜半を走り通したブラゴベシチェンスク以外では宿には一度も止まらなかった睡眠はソリの上で居眠りする程度しか取らなかった それでも、さほど疲れなかった。と、海軍省に口頭報告しているから超人であろう。私が見た範囲でのロシア海軍の実態を話しておく。と、広瀬は言い、サネユに鉛筆と紙を用意するようにと言った。広瀬は、さすがにロシア海軍については微細なところまで観察していた。彼らは日本海軍など眼中に置いていない。 というそのためもあって軍港や造船所を見学したいと申し出ると断られたことがないむしろ彼らにすれば日本の海軍士官にロシア海軍の異様を見せてやることによってその闘志をくじこうとするもののようであった折からロシアは大規模な海軍建設の真っ最中でありどの造船所でも大小の軍艦が作られていた広瀬は ペテルブルグの海軍交渉やガレルニーの造船所は数回見学したし他にバルチック造船所セバストーポリの海軍交渉も見た戦艦ペレスウェートの進水式の参列することができた約1万2千トンで速力が速いがそれだけに防御力は弱い我が敷島と戦えば武は敷島にあるという水断を広瀬は 細かい数字を上げて下しワシーリ島の南端にあるバルチック造船所では戦艦ポベーダや装甲巡洋艦グロンボイを見たペテルブルグの関所というべき軍港がクロンシュタットであるここに陳述があり司令長官は海軍中将ステパン・オーシポウィッチ・マカロフであった海軍切手の名称でその著戦術論は サネユキもヒロセも早くから読んでいた。豪快さはないが想像していた通りの理知的な風貌だった。などと細かくその印象を話した。翌日もヒロセは来た。ロシア海軍についての同じ話題である。今度はサネユキの方がいくつかの質問を用意して、ヒロセがそれに答えるという形を取った。午後1時から、 夜の9時頃までこの初代の会話が続いた。士官の質はどうか、決して悪くはない、と広瀬は答えた。士官はほとんどが貴族だから、皇帝への忠誠心も強い。水兵の質はどうか。広瀬はこれについても細かく語った。一般に判断力は鈍いが、しかし、命ぜられたことには忠実である。しかも、 法術の能力は相当なものだ、などと言った。ただ、水兵の指揮は疑問だ、と広瀬は言う。彼らは、濃度かそれに近い階級の出身で、徴兵で取られてきており、軍人というより、気質的には農民である。ロシアの民は物事に能動的でなく、一種特別の諦めを体質的に持っている。これがため、海軍軍人であることは、 敵艦を沈めるためであるという考え方において鈍くどちらかといえば戦争に出て行くことは敵の砲弾に当たるために行くのだというそういう受動的な証拠が抜けきれないと広瀬は言った広瀬はさらにロシア帝国の地盤を多年にわたって揺るがし続けている社会不安と革命運動の動きについても語った広瀬は ロシア海軍の能力や新建像の軍艦の性能について詳しく語った後、しかし不思議なところも多いな」と言ったまず士官階級は貴族が独占しているということである広瀬は退路中列車の防衛庁から「貴餓は日本の海軍士官だそうだがそれでは伯爵か公爵か」と聞かれたことがある広瀬は「自分はそういうものではない」 自分だけでなく日本の陸軍士官は陸海軍士官は誰でも所定の試験にさえ合格すれば都用の道に入れるし召喚以下皆一庶民の出身だというと防衛庁は冗談でしょうと言って信じなかった日本は今国民的熱気の中で海軍建設をやっているがロシアも海軍建設については 日本以上の勢いでやっているくせに庶民はその事実すら知らないし関心を持とうともしない国家というのは貴族の所有だから海軍建設についても庶民から見ればその貴族たちが勝手にやっていることだと思っているその無関心な庶民の階級から戦時にあっては可視官と水兵が提供される彼らにどれほどの戦意が期待できるか疑問だ 海軍建設の話になったこの20世紀初頭は海軍に関する限りドイツとロシアの熱狂的な海軍建設で始まったと言っていいその宣べはドイツの皇帝カイゼルがつけた彼はヨーロッパ世界において大きな発言権を得るにはイギリスに対抗し得るほどの海軍力を持つ必要があると判断し大海軍の建設に乗り出した。 ロシアはそれに刺激され、ドイツをしのぐ20カ年継続という大計画のもとに建設を開始した。日本の明治34年からであり、広瀬は退路中の最後の頃にその進み具合を現地において見たのである。日本はすでにそれ以前からやっているが、国力の違いでロシアの大計画から見れば比べ物にならない。 明治34年のロシアの大計画案の情報を日本海軍が手に入れたとき、すでに両者の計画の段階において、日本の敗北は必死だと思った。しかし、すでに国力はどん底に近づきつつあった。それでもなお、従来の計画に幾隻かの軍艦を加えねばならず、広瀬と佐根行とが語っているこの年の翌年、つまり明治36年、 この案は第3期拡張計画として第18回帝国議会に提出され通過した。この計画では1万5000トンの戦艦3隻、1万トンの一等巡洋艦3隻、それに5000トンの二等巡洋艦2隻が加えられ、総経費1億1500万円。実施は明治36年以後、同46年までの11か年間に ということになった。ただし、この計画による軍艦は、計画の進行途上に起こった日露戦には、無論参加していない。帰国後の広瀬武雄は、戦艦朝日の乗り組みになった。朝日は、その英国での建造中、佐行も広瀬もそれを見学したのだが、広瀬は、この後実際に乗ってみて、いよいよその装備や性能に感心し、 あの缶は世界一だろうとさねゆきに語った。明治36年の初夏には、秋山義古は、清国から帰って、千葉県奈良市野にある、騎兵第一旅団長に干されていた。義古45歳である。少々といえば、老人の匂いがするが、義古の体力は、青年の頃と少しも変わりがなく、狩猟も減らず、 読書力はむしろ増えた。読書の主なものはフランス語で書かれた軍書の類であり、特に騎兵書とロシア関係のものを多く読んだ。ヨシフルが新国での任務から騎兵本来の現場に戻されたのは日本陸軍が取りつつある臨戦態勢の表れの一つだった。いざ開戦となれば日本騎兵を率いて世界一のロシア騎兵に当たりうるものは 吉しるのかないというのがすでに定評であった。奈良市野には、奈良市野に赴任して何ヶ月か経つと陸軍省に呼ばれた。ロシアから妙な招待状が来ておると時間から言われた。招待というのはロシアの陸軍省からであった。この九月。 シベリアのニコリスクにおいてロシア陸軍の大演習を行うにつき帰国から参観武漢を左見されたいというものであった「君に言ってもらいたい」「他に大場次郎歩兵少佐を出す」この日四谷信濃町の家に帰ると弟の実行が来ていた実行はこの兄を相変わらず親代わりにして使え 会場勤務でない限り月に一度は顔を出すようにしている。おい純、このところいよいよ酒がひどくなったそうじゃないかとヨシフルは怖い顔で言った。ヨシフルは陸軍切手の大主家のくせにこの弟が酒を飲むのを常に喜ばない。実行はこんな勝手な説教はないと思い兄さんの酒こそ大変じゃがと言うとヨシフルは。 足の酒は飯じゃとヨシュフルの場合はどうも体質で酒がなければ栄養失調に陥ってしまうといった酒だから戦場でそれも交戦中でも飲み続けていたし今でも旅団長室の水差しに酒を入れておいて水代わりに飲むところがヨシュフルの言う実行の酒は無理酒だというのである料亭で飲んで狩猟を誇ったり 同僚と会合して大起源を上げるために飲む。この頃は陸軍の連中と飲んどるそうじゃないかとヨシフルは言った。陸軍の参謀本部の若い参謀たちと実行はしばしば会合を持ち、ロシア情勢を論じ政府の軟弱を罵り、主戦論的な起源を上げているということをヨシフルは耳にしていた。酒を飲んで兵を断ずるというのは、 古来、下の下だだ。と言われたものだ戦争という国家存亡の危険時を主観で上げつらうようなことではどうにもならんぞな実行は嫌な顔で聞いていた帰り見ると多少そういうところがあったからである遠征街がかつてヨシフルを評して自分が見た日本人の中で秋山さんほど大きい人物はいないと言ったほどいわば 中国人好みの東洋的豪傑の風のある男だったが、しかしこの実行にだけは、日本の課長らしく実に口やかましい。足をいくつだと思っているのだ、と実行は思うが、これほど他人に対して強眼な男が、兄のヨシフルに対してだけは少年の頃と同様頭が上がらないのである。お前、アメリカからロンドンへ渡る戦中で爆打をしたろう。 ヨシフルは言ったヨシフルは清国から戻って早々サネのキの噂をどこかでうんと仕入れたらしい実キにすれば海軍軍人である以上爆打ぐらいするのが当然だと思ったがヨシフルはそういうことを言っていないらしいなるほどその戦中で爆打をした相手はアメリカ人だがヨーロッパ風の紳士を気取っている最初ご退屈じゃありませんか と巧みに誘っってきたたのでつい乗ったその相手というのはそれぞれ他人同士に見えるように振る舞っていたが後で分かったことはイタリア系のギャングで無論一味であった彼らが実行に目をつけたのは明治の頃の日本の海軍軍人は軍艦の買い付けで欧米に行くものが多く出張費もふんだんに持っていることを知っていたからだったポーカーをやった 最初は実行が勝ち続けた。無論相手の手である。勝ち逃げはできないから、なおも続けているうち、相手がトリックを使い始め、このため実行がどんどん負け始めた。実行はポケットの金だけでなく、ついにカバンの中の巨額な金まで手をつけ始めた頃、相手のいかさまに気づいた。気づいても黙っていた。ついに一文無しになるまで、 巻き上げられてから実行は立ち上がり、ちょっと話がある。と、そのギャングの頭目らしい紳士を自室に連れ込み、素早く鍵をかけた。おい、見損なうな。実行はどなった。てめえのトリックぐらいは宣告見破っていたが、わざと黙っていてやった。考えてみろ、イカさまに騙されて金を巻き上げられたとあれば、侍の名誉が立つか。 金は全部返せ。さもなければこれだ。と、腹のあたりから白さの担当を抜き取り、きらりと鞘を払った。すさまじい殺気である。頭目はよほど怯えたらしく、この種の家業人としては珍しいことに、金を全部吐き出してさなゆきに返してしまった。この話を、ヨシフルは耳にしたのである。お前は、所生の頃と変わらん。 ヨシフルはその大きなまぶたをギョとギョと動かしながら摂油した。サネユキはうつむいて聞いている。兄貴は言うだけ言わせておけば、あとは上機嫌になることもサネユキは知っている。サネユキの帰り際になってヨシフルは、近く足はシベリアへ行くと一言だけ言った。サネユキは内心驚いた。シベリアといえばロシアのシベリア 満州選挙で世界中が沸騰している今日、問題の地帯ではないか。シベリアへ何をしに御用だ。御用はわかっている。と思ったが、ヨシフルが話したがらない以上、こちらから聞くわけにはいかない。風を召しませんように。と玄関で言い、サネ行きは辞した。それから数日後、9月4日、ヨシフルは横浜から船に乗り、ウラジオへ向かった。 同行の大庭次郎歩兵少佐は後に陸軍大将になった男である。秋山さんは戦中絶えずニコニコしながら酒ばかり飲んでいた。と大庭はヨシフルとの船旅を後々まで懐かしがった。大庭にすれば退路作戦を考えねばならぬ一人として日本騎兵がどの程度の力を持っているかをこの騎兵の神様のような男に聞いておきたかったが。 どうも失礼なような気がして聞けない。明日は裏地をという前夜、大場は誠に単純な質問で恐れ入りますが、退路線の場合、日本騎兵とロシア騎兵との問題はどうでありましょうと聞いた。ヨシフルはうなずき、全部死ぬ覚悟で行く。もし全滅しても軍、軍作戦全体の上から見て、それが生きてくればいいのだ。騎兵というのはそういう性質になっている。 と人事のように言った。で、ロシア騎兵がどの程度強いか。大場がさらに言うと、ヨシフルは不思議そうな顔でこの歩兵少佐を眺めて、それは大ー,ー、これからそれを見に行くんじゃないかと笑った。ところで、ロシア陸軍がわざわざ大演習を日本の武漢に見せるというのはどういうことだと思われます。震え上がらせようとしているのだと。 ヨシフルは笑い出した世界一の陸軍を日本人に見せることによって日本人にとてもかなわないという気を起こさせ対路線へ容易に踏み切らせないようにするロシア側がシベリア鉄道の完成までは満州における戦いを避けたがっていることは今ロシアの駐在武官をしている明石大佐から報告が入っている。 大演習を参観させることはそれが狙いであったし、これは特にロシア皇帝自身の指示によるものであった。猿と皇帝は古都日本人となると口汚くなる。猿が驚くだろうとつぶやいたことであろう。船がウラジオ港に入ったのは9月11日の朝である。この軍港にロシアはあらゆる軍事設備を施している上に、 すでに極東での戦争を予想して増強されているウラジオ艦隊の戦艦巡洋艦がうずくまる氷の群れのような異様を見せているともかくも港を見サンガを見て感じるのは鉄でよろわれているといった感じで極東に対するロシアの意思がどういうものであるかを無言で物語っている旅順はここ以上だそうですな と大葉次郎少佐が囁いた。不当には出迎えのロシア陸軍の若い参謀隊員とほか10人ばかりの将校が異議を正して待っていた出迎えの隊員はミルスキーといい黒竜総督府の参謀であるそれらが規定から不当に移ったヨシフルを見ると一斉に敬礼をしたさらに驚くべきことにはその背後に 一個小隊ほどの儀仗兵のようなものが吐列している。わしを皇族と間違おうと取りゃせぬか、ヨシフルは思った。どう見ても皇族の待遇であった。この皇宮はおそらく中央からそう命ぜられているらしく、視察期間中ずっと変わらなかった。ロシアの意志がどこにあるかがわかるであろう。宿まではわずかな距離であったが、 華麗な馬車が用意されていた。その馬車もペテルブルグあたりで太閤殿下が乗り回しているような代物である。ホテルは陸軍の将校団の経営になるもので、日本で言えば開校者の宿舎にあたるが、その建物の立派さといい、館内の豪華さといい、日本でもこれほどのホテルは一軒以上はない。短い休息の後、ミルスキー大が 金厳な顔つきでやってきて、市内をご案内いたしますという、例の馬車である。魚車台には、総長と軍曹が乗っていた。2時間ばかり案内してくれた後、商工クラブで昼食をとった。ウラジオストックのご印象はいかがでございますかと、ミルスキータイが、きれいなフランス語でヨシフルに話しかけてきた。彼は、この日本の少将が、 フランス語に堪能だということをあらかじめ知っていた。ヨシフルは体を揺すって、2時間ぐらいで分かりゃせんよと突如日本語で言ったため、ミルスキーは面食らった。それを大場少佐がロシア語に直して仲介した。フランスの話が出た。閣下はフランスで騎兵をお学びになりましたのでございますね。騎兵。ヨシフルはつぶやきながら、 ピシャッと首筋のハエを叩き潰した。潰れたハエが手のひらに汁を流してくっついている。ヨシフルはそのままの手でジョッキの柄をつかんだ。ミルスキーはあきれ顔をした。いや、遊びに行っただけです。ロシアの書簡はことごとくと言っていいほどに貴族の門伐に属し、当然ながらフランスの宮廷的な天傘を身につけている。 ところが、この日本の召喚と来たら、ハエを握りつぶしたまま、ジョッキを平然と傾けていることに、ミルスキー隊は驚いたであろう。が、そやかと思えばそうでもない。ミルスキーはかつてフランスに留学して、砲兵を学んだのだが、ヨシフルと語ってゆくうちに、共通の知人が幾人か出てきた。ヨシフルはいちいち音楽な表現で人物表を加えつつ、 その人たちのことを語った。ヨシフルの会話にはフランス的教養人の多いロシア陸軍の将官たちにも珍しいほどの基地が独特のものやわらかさで包まれているように思われた。ミルスキーはヨシフルによほど好意を持ったらしくその哲学的な風貌をしばしば崩して笑顔を作った。しかししか時には厳粛な顔をして ご滞在中、召喚は閣下の下僕でありますという言葉を三度も繰り返した。弱いは三十前後らしく、性格は気真面目らしい。ヨシフルもこれはいい軍人だと思った。午後も市中見学である。ところが、ミルスキーが見せるのは何でもない場所ばかりで、軍事施設の前へ来ると素通りしてしまう。このあたりからヨシフルの傍若無人な振る舞いが始まった。 おここは司令部らしいなと馬車を無理に止めさせ挨拶をせねばならんと当惑するミルスキーを尻目にどんどん玄関へ入っていく軍港司令部もそのようにして見学してしまい次で要塞司令部の前にも馬車を止めさせた「挨拶じゃ」と入って行き玄関で名刺だけを置き「ミルスキーさんこの間の3階へ上がれば」 要塞も軍港も見渡せるはずだなと言いながらどんどん階段を上がっていくのであるミルスキーは静止するわけにもゆかず困ったこの調子で宴会衆軍務知事も訪ねウラジオ艦隊の司令長官をも訪ねたそれどころか港を見渡せる場所に馬車を止めさせ自分も降りミルスキーら接待委員を降ろして あの岬にはどの程度の砲台があるとか、こちらの対岸の山の砲台の射程はどれほどですといったような、およそ一国の軍人が他国の軍人に質問、すべからざる質問を発して、いよいよミルスキーらを困らせた。ところが、ヨシフルの顔はいつもその艶やかな方に微笑があって、その態度が天意無法といったところがあったから、 ついつり込まれて本当のことも23喋ってしまったりしたミルスキーラも当然ながら日本側の大場少佐でさえヒヤヒヤしたらしい翌朝ウラジオを出発して夕方にはニコリスクに着いたこの夜の宿舎はここでも商工団経営のホテルであったこの夕うホテルの広間でロシア側の歓迎宴会が催されたが さすががにロシア人は酒が強い。そのロシア将校の中に天津時代の顔見知りがいたウォルノフという大佐で天津の頃はロシア疎開の民政庁に勤務していたが今はここで琉球兵の連隊長をしている互いに窮地であることを確かめ得た時思わず抱き合ってしまったウォルノフはニコリスク第一流の軍人にして また最も騎兵将校たるの姿勢を備えたりとヨシュフルは式に書いているヨシュフルの言う騎兵将校たる姿勢とは着眼鋭く的確で頭の回転が機敏でありしかもチョーク敵陣に迫る大胆さと少数兵力を持って大軍の中に突入する勇気を持った者を言うこのウォルノフほどの騎兵適正者が 日本の騎兵将校に何人いるかと思うと多少の心細さがなくもないこの男も騎兵だとウォルノフは盛んに騎兵将校を引っ張ってきてはヨシフルに紹介したその度にヨシフルはウォトカの杯をあげた騎兵は歩兵とは違いその性格が得意だけに国境を越えて互いに戦友の思いがするようであり ヨシュフルもまたそうだったしロシア側の若い騎兵将校たちなどはヨシュフルに甘ったれるようになってきた特に閣下は私の父親そっくりですと言ってヨシュフルのそばを離れようとしない若い注意がいて話を聞くとペテルブルグの生まれだという後で聞くと父親は公爵で海軍中将であるそうだったところでお父さんはおいくつかね 60歳です。冗談じゃない。わしが似ているとすれば、お父さんが君のお母さんと結婚される前の顔がそうだろう。と、ヨシフルは大笑いをした。縁が終わって、2階の部屋に入ると、さすがによって、チョウカを脱ぐのも面倒になり、そのままベッドにぶっ倒れ、我海水せりとつぶやいた。まったくヨシフルの長い手歴の中で、これほど気持ちのいい主演はなかった。 なんと気持ちのいい奴らだと何度も思った。ところが、いずれは戦争になって彼らと戦場で相まみえねばならない。彼らもまたヨシフルを見てそう思ったことであろう。だから戦いは陰惨であるというようにはヨシフルの心は反射しないに違いない。あの宴会でのロシアの将校も皆そうであったに違いない。 ロシアにもまだ騎士道は残っていたしヨシフルにも武士道が残っている日露ともに戦場での勇敢さを美と見る美的信仰を持っていたし自分が美であるとともに敵もまた美であってほしいと望む心を倫理的習慣として常に持っているそういう習慣のこの当時は最後の時代であった翌13日午後から見学が始まった ヨシフルは馬を借り、ニコリスクから4キロ離れた遠州地の勝者に宿営中の部隊へ行き、騎兵隊と歩兵隊の様子を見学した。この日はそれだけである。感心したのは兵卒の体格の立派さであり、無論日本兵と比べ物にならない。それに兵卒が騎兵も歩兵も一様に長過を履いていることであった。比較が 他の物価に比して高価すぎる日本にあっては。歩兵では将校だけが長価を履き、他の陛下では馬を扱う騎兵、砲兵、それに市長陛下だけが長価である。ヨシフルは試みにロシア兵の長価を手に取ってみたが、日本のそれよりもはるかに川も上等だし、丈夫で、しかも軍隊が業者から買い入れているのを聞くと、日本円にして、 3円50銭ほどだという日本の環球超過はどうしても一足123円につく。演習は14日夜から開始された。あくる日の午後に終わり、16日は鑑定式であった。実は演習は予定の10分の1ほどの小規模で終わった。シベリア各地の諸軍団がこのニコリスクの荒野に集まってきて、 空前の大演習をする予定だったところ、9月上旬、シベリアの各地に大雨が降って、道路や鉄道があちこちで使用不能になり、このため予定の軍隊移動が全部ダメになり、演習はニコリスク付近に駐屯中のニコ旅団の対抗で行われたに過ぎなかった。ロシア人はがっかりしているだろう。ヨシフルは大場少佐に行った。世界第一の 陸軍の異様を見せて日本人の戦意をくじくという意図はどうやら無に帰したらしい。ヨシフルにすればそれでも大いに参考になった。参考になったどころかロシア騎兵の強力さは想像以上のものがあった。騎兵連隊は6個中隊よりなり、奇数は各中隊ごと大体120機である。その馬質は皆権で、 我が騎兵の馬質に比しその大いに優れるを認むとヨシュフルは正直に日記を書いているさらにロシア騎兵の贅沢さは中隊ごとに馬の毛色を変えてあることであった日本の場合はそれどころではない明治20年にアルゼリシの馬90頭とその翌年に170頭入れたものを種にその後増やし続けているがあまり増えもせず 依然としてロバのいとこ程度の日本在来種が中心になっている大地馬を繁殖させるための種場所と種場牧場すらやっと明治29年に出来上がったという始末でこれによって本格的な馬質改良に乗り出したのであるその後7年にしかならないロシアの場合ヨシフルの見たところ乗り手たちの能力も各種の運動において 称賛の価値あありりり我が騎兵より勝るるととところありと認むと日記に書いていてロシア騎兵の優秀性についてはヨシフルは正直なところ舌を巻いたさらに他の陛下について密かに日本軍と比較しつつ採点したが皆悪くないその式にこの数日間の観察によればとそのロシアと日本の兵卒についての概要を書いている。 騎兵、砲兵は馬の点において少しく我が騎兵、砲兵に勝りおるべし、砲兵の兵卒は我が砲兵の兵卒と大差なかるべく、とやっと砲兵に立ってまずまず日本兵に対して同点をつけている。将校はと書く。一般に郵送、ことに騎兵将校は決意的中に侵入する気概あり、どうにもならぬ優秀さである。 こういう敵と日本軍が戦わねばならぬということはどういうことであろうか。さらに、高級陶水者の能力である。これがもし無能で臆病ならば、いかにその機械が精兵揃いであっても、軍隊の勝利は難しい。ヨシフルはこの高級陶水者の人間をも見学するため、裏オでもニコリスクでも、できるだけ司令官級の人物とあった。その総評は、 高級の団体長、特に召喚は精鋭の人を備えたりと書いている。悪いところは少しもなかった。ただ結論として、しかれども、もし我が軍隊にしてなお大いに奮励するところあらんか、すなわち路兵をしのぐ、決してカタからざるを信ずとある。頑張れば追い越すことができるかもしれないという、いわば 自らへの慰めのようなことしか書いていない。しかし、奮励努力すると言っても、結果から見れば、この翌年に日露は開戦しているのである。奮励努力して追い越す希望が持てるような時間は日本軍になかった。ついでながら、ヨシフルの観察には、昭和期の日本軍人が好んでいった精神力や忠誠心などといった抽象的なことは一切語っていない。 全て客観的事実を捉え、軍隊の物理性のみを論じている。これがヨシフルだけでなく、明治の日本人の共通性であり、昭和期の日本軍人が敵国と自国の軍隊の力を測る上で、測りにもかけられぬ忠誠心や精神力を最初から日本が絶大であるとして大きな計算要素にしたということとまるで違っている。演習は終わった。当然 ヨシフルはシベリアを離れるべきであったが、この際、満州も含め、ロシアの軍事施設を、騎兵の用語でいう、威力偵察してやろうと思った。おそらく、ロシア側の接待委員は難色を示すであろう。しかし、ヨシフルは構わずに申し出た。